こんにちは、ザッツです。今日はですね、鹿児島中央駅からスタートです。でこれから、フェリーで大阪の方へ向かって帰ります。それでは行きましょう。それで、今2時、34分なんですけども、もうそろそろ、バスが来ます。2時40分ですね。それから2時間ほどかけて、渋志湖の方へ、向かいますという流れ で今日は、スーペリアというお部屋を取ってあります。約2年ぶりではないか、まあそれぐらいですかね。なので楽しみにしてます。サンフラワーライナーが到着しましたね。あれは間違いなくサンフラワーライナーです。ちょっといいバスになってますかね。さあ乗っていきましょう。はい、どうも。本日は1名様のご利用ですか？はい、そうです。こちらにですね、お名前と予約番号、電話番号、こちらのチェックをお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、渋志湖に、今います。今4時40分ぐらいですね。
5時になったら乗船許可を降りるみたいなんで、ちょっと待って、乗り込もうと思います。久々に見ましたがでかいですね。やっぱりついこの間、ドックに入ったばっかりなんでピカピカです。おそらく塗装もし直したんじゃないでしょうか。怒りのとこがすごい綺麗になってますね。ドックに入りたての、船に乗っていこうと思います。それではちょっと待ちます。はい、到着しました。それでは部屋の方紹介いたします。私このスーペリア実は2回目です。前ですね1年半ほど前に乗ったんですけども、その動画も撮ってると思います。でも今回新しくまた動画の方作っていきますんでお願いします。ですね、まずここのお部屋実は2人用です。2人用にもなります。で、左側のベッドが、簡易的なソファーベッド。こちらが幅が60センチですね。で、右側が、ベッドになります。ちょうど一人用のシングルベッドぐらいありますね。それで、お部屋。実はここ、トイレとですね、トイレとシャワーがついてます。これは非常に便利です。で、まあ、大浴場あるんで、私は大浴場使うんですけども、で、洗面もついてて、で、こちらの方に、シャンプーとリンスもですね、あります。手洗い用のハンドソープ。あと、ウォシュレット付きのトイレになります。こんな感じですね。綺麗にしてあります。よいしょ。それで、はい、こちらの方、アメニティが歯ブラシと、手ぬぐい。あと、パジャマ。があります。あとですねこちら冷蔵庫が部屋に常備されてまして使うことができます。これは便利ですね。いろいろ買ってきてもここに入れられるんで。冷凍がないんかな。冷凍庫はなさそうですね。冷蔵だけっぽいです。でテレビの方が結構大きめです。こちらが何インチぐらいなんだろう。36インチぐらいですかね。結構大きいのがついてます。それで、これ確か、前面カメラが見えるんですよね。私よく、ほら、前方のカメラが見えます。
で、この部屋窓がついてないんですけども、こういうカメラがついてるんでものすごく便利です。で、まあ、夜中はちょっと見えにくいんですけど、まあ、波が立ってるのとかは見ることができます。ということで、頭が突っ込んでるんで、両舷更新で、出発するはずです。で、100ボルトのコンセントがあります。これは便利で、頭のとこにもコンセントと、スイッチがついてます。で、こっちにもコンセントがあって、ここにもコンセントがあると。コンセントいっぱいありますね。で、こちらのドライヤーが、ついてまして、あとリセッシュですねがあります。こちらもコンセントがあります。で、スリッパ、これ使い捨てのスリッパ、ちょっといいやつですね。これはこの前いただいたやつと似てます。裏に今回これ使いたいと思います。で、門掛けが4つあります。で、これ私とても便利なんですけど、こちらのエアコンですね。エアコンが個別に使えるやつになってて、これ暑がり寒がりさん、いいですよ。お部屋単独で風量調整できるんで、あと音量調整もできます。今サンフラワーの歌かかってますけど、切ることも大きくすることもできますんで。あと、鏡の方が、これは女性にもいいですね。で、こちらの机なんですけど、ちょっと小さいんですけど、化粧台ってやつですかね、化粧台です。で、救命胴衣がこちらの方に入ってます。全部で2つか、2つ入ってるんだな、これはラグジュアリー、ちょっといいお部屋です。一人用で予約できるので、今デラックスがあるんですけど、デラックスの次にいいお部屋になります。ということで、もうあと40分50分ぐらいしたら出航になりますんで、そしたら外に出て眺めようと思います。お風呂でも入ってこようかなというとこですね。はい、それでは、はい、それでですね、今回私このお部屋実は、6840円で予約してます。安くないですか？すごいですよね。で、これはどういうことかっていうと、周遊プランというのがありまして、いろいろカタログとか出てると思うんですけども、志布志、まあ鹿児島航路を一回挟むとですね、往復で片道がえらい安くなるというプランがございますので、ちょっといろいろ勉強して調べると安くなると思います。こんないいお部屋が。で、行きがけ、別府航路の一番いいお部屋に泊まって、往復で全部で3万円ぐらいですんで、1万5000円ぐらい片道という形になってます。ということで、今日はあいにくの雨なんですけども、ちょっとゆっくりしたいと思います。これでも狭いと思ったらスーツケースそのまま広げられそうですね。よかったです。ちょっと狭かったら困るんで。で、今日は太平洋航路なんで、早めにご飯食べて早めに寝ないと大変なことになりますんで、ちょっと先にお風呂入ってゆっくりして、で、ご飯食べてさっさと寝たいと思います。ということで、ご案内を申し上げます。搭乗中の車両看板への立ち入りは危険でございます。
地下上がろうとしてます。ボーディングブリッジはもう外されてますね。もうちょっとで出港です。テザーケーブルを外そうという動きに入ってますね。もうちょっとで出港します。テザーケーブルが外されましたね。もうそろそろ出港です。雨が降る予報だったんですけど晴れました。良かったです。これから明日は雨みたいなんですけど、また晴れることを祈って一晩過ごしたいと思います。はい、出港したので、夕ご飯を買いに行きます。 A 定食、B 定食あるみたいなんでどっちにしましょうか。1食1000円。さあ、ご飯にするわけなんですけど、多分30分もしないうちに、揺れ出すと思いますんで早めに食べたいと思います。それでは。
スープにしました。美味しそう。お弁当は冷製、だいぶ波も出てるみたいで今晩揺れそうですね。なので早めに寝たいと思います。のでちょっとお部屋に戻ってゆっくりします。それでは。ブリッジカメラ。
ってますね。冷食の自販がなくなってゲームが置いてあります。ランドリースペースがあるんですけど珍しいですね。で値段もそんな高くないですよ。30分100円で300円ですね。普通のランドリーと同じです。これは超便利。はい、今ですね、7時37分です。でお風呂も入ってご飯食べてちょっとうとうとしてたんですけど、波が高くてですね、横になるとちょうどいい感じでゆりかご状に揺れて、もう眠くなってきてしまいました。ちょっと寝ようと思います。そしてまあ明日朝6時から朝食というので朝ごはん食べたいと思いますので、それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今5時半です。よう寝れました。多分大阪湾の方入ってんじゃないかな。明るくなってますね。多分雨だと思うんですけど、予報ではどうでしょうか。ちょっと外行ってみたいと思います。行けんのかな。揺れもほとんどないです。ということで向かいます。今大阪湾の方航行中です。雨の予報だったんですけど雨降ってないですね。まあ、曇りは曇りです。ただ風はものすごく強いです。すごく良かったです。今日寝れました。今さっきまでぐっすり寝てて、で左舷右舷が大阪湾ですね。ということで大阪は移した方がええんか。はい、やっぱ鹿児島航路っていうのはこの吹き抜けですよね。卵型ですごく大きく見えます。最初見た時びっくりしました。
で、はい、スープどうしましょうか。パッと中でお食事されますか。あ、はい、はい、コーヒーはスープになってます。お好みのが沖ノ島だそうです。有名なあれですね、軍艦の軍艦ちゃうわ、いろいろ砲台跡がある島ですね。で、日の島っていうんかな、あそこはが見えます。もう和歌山沿岸ですね。あと、1時間30分もしたら大阪港の方へ入港します。南港の方へ入港しますんで、ちょっとゆっくりですけど楽しんでいきたいと思います。すごいですね。それでも淡路島とちょうど挟まれて海峡のようになっているところですね。狭い、見応えがあります。しかしながらこの船ほんと静かで揺れも少ないんで快適です。お、船が見えるな。意外と今日やっぱしけってるのか船が少ないです。風が
漁船は見かけません、この時間ですけどね。瀬戸内はいっぱい船がいますよ。ちょっと波が高い、ただこの船全く見えません。すごいです。本当雨降んなくてよかったです。雨降ってたら大変ですもんね。はい、お部屋に戻ってゆっくり、してますけども、このモニターなかなか良くないですか。その前方の絵が見れると、これちょっと便利やなと思いました。他のフェリーってないんですよね、こういうモニターって。霧島と薩摩だけだと思います。他あったらちょっと教えてください。他あったかな、ないような気がするんですけど、もしかしたら三井商船の北海道行き乗ったことないんで、そちらにはあるかもわかりませんね。まあ夜中はやっぱ真っ暗で何も見えないんですけども、なかなか、これ楽しみますというか、ずっとつけてます私は。で朝起きてどの辺にいるんかなとかいうのは航路表もありますし、まあ暇つぶしもなりますし、今どんな状況かもわかりやすいので、これはおすすめです。ということでもうちょっとゆっくりします。ということで、もう大阪湾に到着しそうなので、それではちょっと外へ出て、雪原の方を見たいと思います。それでは行きます。寸止め、はい、雪原いたしましたので、下船の準備をしたいと思います。それでは、はい、下船許可の案内が、出ましたら降りようと思います。別府航路行きの船が見えますね。この前乗りました。また乗りたいと思います。それでは、
アナウンスあったんですけど、いいですか。すいません、ATC に到着しました。